ドリームチェイサーです。今回はこちら妖怪ウォッチのふりかけを買ってきてみました。絵柄は1種類ですね。ただ、前のバージョンとパッケージが変わっていたので、中ももしかして違うものが入ってるんじゃないかと思って買ってきました。シールも新シールと書かれてますね。妖怪ウォッチ全24種1枚入り。中の味は変わらずですね。おかかと鮭と卵と野菜です。では、早速開けてみましょう。中のふりかけの柄も変わってくれてると嬉しいな。シール。まずは楽しみのシール。いきます。いきます。いくめ。せーので、じゃじゃん。ジバニャーン。お約束ジバニャンが来るとはなかなかです。13番ですね。にゃいーんってしてるところですね。では、こちらも開けてみます。開けますね。これは、なんだろうなんだろう。さっきのとは違うかな？せーの、じゃん！サファイニャン！サファイニャンでした。26番。っていうことは、多分、エメラルニャンとか、ルビンニャンとか、ダイヤニャンとか、そういう宝石ニャンシリーズが前後でありそうですね。かわいい。これは、いい。かわいいですね。では、中の絵柄も見てみましょう。じゃじゃじゃん。ささっといきます。卵、キュービ、ムリカベ、ヌエ、ゴルニャン。あ、これ、柄も新しい。そして、さっきが、コマさん、コマジロウ、ふぶき姫、そして、トゲニャン、ノガッパ、マオジシ。続いて、おかかいきます。にゃいーん、ジバニャン、にゃいーん、ジバニャン、にゃいーん、あ、裏だ。まさかですよね。まさかまさかですよ。はい。あー、ガブニャンだ。ガブニャンと、ロクロクビと、竜神、スネスネーク、そして、オロチと、ネクラモテングですね。こちら、野菜は、のぼせとんまん、花咲かじい、イケメン犬、カラガサお化けでした。あ、新しい柄、意外といいかも。どれも取り合いになっちゃいそうですね。取り合いになるのは、この、キュービ、ガブニャン、オロチ、あと、レジェンドの花咲かじい、イケメン犬あたりですかね。でも、どれも、いい感じです。ふぶき姫もいるし、ろくろくびもあるし、コマさん、コマジロの定番も外してないし、トゲニャンもいるし、うん。微妙って思うのは、ここら辺くらい？ここら辺ぐらい？こんな感じ？でも、意外と子供たちは好きなのかな。面白いラインナップでした。もう一つも一応見てみますが、多分同じだと思います。これで違ってたらかなり嬉しいですけど、違わない。はい。キュービ、ムリカベ、ヌエ、ゴルニャンから始まって、同じですね。各パックに入ってるラインナップは同じものが入ってるみたいです。そうだ、裏も見てみよう。裏、おかかはにゃいんにゃいんって分かったんですけど、他見てないですからね。では、この3つの、残りの3つの裏を見てみましょう。せーの、じゃじゃん。え？え？あ、裏、裏も違う？あ、違うよね、きっと。卵の裏はブシニャンなんだ。へえ、これは面白い。そして野菜の裏は、ロボニャンです。鮭の裏は、こちらの普通ジバニャンって感じですね。これは、子供喜びそう。ブシニャン大好きなので、ブシニャンに釣られて卵の減る率がものすごい早いと思います。というわけで、今回は妖怪ウォッチのふりかけを紹介しました。新しい絵柄がたくさんあって、とっても楽しかったです。お弁当に入ると子供も喜ぶふりかけシリーズです。ぜひお近くで探してみてくださいね。以上、ドリームチェイサーでした。
チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。